みなさん、こんにちは。今日は2024年10月19日土曜日です。今日のテーマは中国は台湾進行の準備して、中国の産業ですね。内陸部へ移転です。広東省の企業1500社大手企業ですね。生徒へ移転するという 噂はあります。これについて説明します。まだ事件がありました。乗用車が小学校に突っ込んでいました。それから燃えてしまって負傷者は8名出ました。これについて話をします。情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。1、10月18日、日本の 中谷防衛大臣はベルギーで開かれた NATO の国防省愛合に日本の防衛大臣として初めて参加されました。中国とロシアの軍用機、軍艦が日本の領空、領海を侵犯したことについて話をしました。中国や北朝鮮とロシア、 との軍事的な連携の拡大で、ウクライナ戦争はさらなる悪化になる可能性が高いですよと指摘しました。中谷防衛大臣はヨーロッパ大西洋とインド太平洋地域の安全について強調しました。今までインド太平洋地域と大西洋別々という考えはあったんですかもしれません。 その考えはもうダメです。この発言について参加する国はみんな支持しました。また中谷防衛大臣はウクウラナの防衛大臣と個別の会談をしました。自衛隊が保有する車両を追加で提供する方針ですと伝えました。これについてフランス側のメディアが報道しました。中国と 北朝鮮、ロシアのことを支持していますので、特にこれから北朝鮮の兵士は参戦します。北朝鮮と中国を建設する日本のことを期待されています。また、ゼレンスキー大統領について発言があったんですよ。ものすごいですね。話題となっています。ゼレンスキー大統領は、NATO の事務総長、ルティさんと会談して、 記者会見で発表しました。ウクラナはこれから NATO に加盟するか核兵器を持つかです。どっちかを考えてください。NATO の加盟について検討するとか考えるだけではいけませんよ。NATO 諸国は戦時状態ではないですね。国民は戦争を経験していませんね。みんなウクラナ人より 幸せに暮らしをしています。我々も NATO の一員となって幸せかつ安全な環境で生活したいんです。でも加盟できるでしょうか返事してくれません。無理ならウクラナは核兵器を製造します。世界の各国、ロシアと契約しました。核兵器の所有する 海国はみんな影響されていません当時のこと忘れましたがウクラナのことを守ると約束して契約しましたウクラナは信じて核兵器を処分しましたウクラナ以外の国はどの国がウクラナのように核兵器を処分しましたかウクラナだけですね現在戦っているのはウクラナです ウクレナは以前核兵器を持っていました。数週間以内核兵器の製造は可能です。たくさんは作れません。一発だけなら作れます。我々には材料ある。知識もある。設備もある。以前ウクレナは核兵器の大国だった。このことを忘れないでください。ただし現在作る計画はありません。 作りたくもないんです。なので、我々は NATO に加盟したいんです。先月、私はアメリカを訪問して、トランプ元大統領と話をしました。自分を守るために核兵器を製造するか、NATO の加盟かですね。トランプさんは、若だと理解できると返事してくれました。現在、ウクララナの勝利、 にについいいてて多くの国は支持しししまます、ううすとうでね、発言しましたただし、もう一回ですね、記者に聞かれて、ザレンスキーさんはまた答えました。現在ですね、作るとか計画とかですね、ありません。もう一度強調しました。あくまで NATO に加盟したいです。だから作りません。というふうに言っていますね。これについてですね、イギリスの専門家が話をしました。 ゼレンスキー大統領は脅迫しているわけではありません。彼は困っているし、焦っているし、まだとてもショックです。毎日頭を下げて、経済的支援、弾薬、武器の支援を世界の各国に要請しています。お願いをしています。でも、マークの大統領、バイデン大統領、シュルツ首相たちはみんな笑顔で 返事はしていますただし、軍事維新武器の提供の内容を見て全然ダメです。ウクラナは強い武器がなければ犠牲者はどんどん増えていくんです。もしトランプさんが登場するとどうなるでしょうか誰も予測できません。当時、ウクラナは核兵器を処分しました。ウクラナのことを守ると約束した国は責任を持って 守っていません。現在、ウクレナへの経済支援、軍事支援、これは当たり前なんですよ。ブタペストを覚えかけにサインをした国は責任を持って支持すべきです。というふうに発表しました。これですね、非常に、えー、聞いてですね、ゼレンスキ大統領の発言は、うん、やはりそうですよね、と私は思いますね。アメリカも、イギリスも、中国も、 ロシアもですね、当時はサインしました。でもですね、みんなダメですね。というふうに思います。全然責任持っていません。そして次ですに、10月18日、イスラエル軍は発表しました。ハマースの指導者、シンワルさんが亡くなったんです。この動画ですね、えー、最後の動画だと言われています。この人ですね、 あのソファに座っているんですよ。結構怪我者というふうに見えるんですが、ドローンが飛んでいて偵察しました。この人ですね、棒を持っていたんですよ。棒をですね、無人機に向けて、えー、振る、振っていましたね。やはりでも大怪我者というふうに思います。この方ですね、シン・ワルさんの可能性がある、えー、らしいというふうに言われていますが。 ただしですね、これはどうでしょうかわかりませんけども、ただしですね、この偵察英語は、動画は公開されていますが、シンワルさんとボディガードですね、用人1名、えー、ですね、そのボディガードのポケットさん、ボディガードの,、えー、そのポケットにはですね、国連職員の証明書があったんですよ。仕事は教師です。つまりですね、国連は全然ダメですね。今までですね、ハマス組織を支援してきた。 というふうに思います。まだ、要人とは、高級指揮官でした。三人でした。シンワルさんかどうかですね、やはり、まあ、遺体ですね、あって、身元を確認しました。シンワルさんですね、以前は、イスラエルの刑務所で、22年、23年間、生活をしてきました。この22、3年間、彼はよく勉強しました。ヘブライ語を勉強しました。イスラエル語ですね。 また刑務所で本を出版しました。刑務所で脳に腫瘍ができて、イスラルのお医者さんが手術して治療もできました。イスラルの刑務所で DNA 取られました。なので、その遺体ですね、指を切ってイスラルに送って DNA 鑑定しました。それから歯の形、顔のあざ、耳の形などを確認して、やはり神話の死。 という,ふうに確認できましたその後ネタニヤフさんはテレビで演説しましたハマスの兵士は投降しなさいとガタチークの統治は終わりだよただしシンワルシがなくなってガタ地区の戦いは終わったわけではありませんガタ地区のことを安全な場所にしてから戦いが終わりですまた人質の釈放を求めました しししたた。ら責任を追及ないいいとと考えてまますよ、と言いました今回の攻撃ですね、実は偶然でした。偵察、狙撃手は先に、えー、気づいたんですよ。怪しい人が動いていました。ガレキのビルで動いています。それから発砲しました。それから無人機飛んでいて調査しました。3人がいるよねと確認してから、 そして三人とはテロ組織だよと確認できました。二人は毛布をかぶっていました。一人はマスクで顔を隠していました。二人は前で歩く。一人は後ろについていくんですね。発砲して三人は別れて別々で逃げました。ただし二人は一つの建物に入ったんです。それから戦車が砲弾を発射したり、 期間中で攻撃しました。一人は1階から2階へ移動しました。さっきの動画です。さらに攻撃して、それで、えー、終わりました。無人機で偵察行くと棒を振っていました。ただし、怪我した様子です。その人に向けて、また砲弾を発射しました。イスラエルの部隊にはルールがあります。亡くなった方の写真を撮影 します。18日となってイスラル軍は現地に行って調査しました。マスクを外すとやはりシンワルさんらしいんですね。それからハートが顔を確認して形は同じです。それから DNA 鑑定ですね。指切って、えー、送りました。やはりシンワル氏です。今回ですね、すごい偶然でした。シンワル氏はどこにいてもずっとですね、子供さんを 連れて行くんですよ。今回は幸いですね、子供さんはいませんでした。シンワルさんですね、結構子供のことを、えー、自分のですね、矛と住むんですよね、えー。盾ですね、と住むんですよ。なのでですね、今回はこういう状況となりました。ただしですね、中国では結構悲しい人が多いんですね。シンワル氏というのは中国政府の大友人ですね。えー、中国共産党の友人です。 クリスさん、10月15日、習近平は、福建省の昭州市を視察しました。これについて、昨日の動画で話をしました。それから18日、事件があったんですよ。小学校の正門を破壊して、教員のビルまで止まりました。それから、自動車が燃えてしまって、運転手さんが、えー、亡くなったんです。被害者は8名です。3名は10、重刑官。 重軽症して、まあ、重症ですね。入院しました。5名は、けがしましたが、入院はしませんでした。現地の保護者の話では、運転手さんは、車内で火をつけたんです。運転手さんと子供さんが、えー、この運転手さんの子供さんが、この小学校を通っています。ただし、詳しい内容はありますので、全部調査中です。それから、10月17日、 サント本署の市場、監査局の局長、刑務所から出た人に刺されて亡くなってしまいました。でもですね、これは10月17日の情報なんですよ。公開されました。でもですね、事件というのは7月18日に起きていました。被害者の家族さんはネットにこの情報を公開しました。局長、自分のお兄ちゃんですね、殺害されました。 当局は全然調査してくれませんというふうにですね、投稿しました。被害者の弟さんは SNS へ投稿しました。容疑者は数年前、逮捕されて罰金取られました。今年、釈放されて復讐したんですというような情報ですね。ただし、詳しい内容はまだありません。でもですね、最近、中国では交換を狙う事件が非常に多いんです。例えば、 裁判官ですね、家から出て、地下の駐車場に行きました。駐車場にはですね、容疑者が隠れていて、自分の首に向けて切ったんですね。そういう事件もありましたし、そして中国の財務庁の局長ですね、一番偉いとですね、えー、ビルから転落ですね、容疑者2名も同じく転落しですね、っていうこともありましたし、最近ですね、長官を狙う事件が多いんです。 そして次です。4。10月17日、中国のネット安全調査監査局が発表しました。インテル社の製品、品質が悪くてトラブルが多いんです。特にインテルのチップを使って防犯カメラで使うとですね、撮影した動画はインテル社に自動的に送信されます。なので、プライバシーの侵害です。 アメリカ政府は半導体産業の規制をしました。中国の半導体産業、ものすごいショックを受けました。イントロ社にとっては、これは有利です。中国の安全局に対して調査しましょうよ、と求めました。これですね。イントロ社にすれば結構ショックです。イントロ社は、中国での投資はものすごい多いんです。イントロが人工知能 半導体などの分野で中国の新興企業43社に出資しています。ただしですね、アメリカ政府はインテル社に対して十数億ドルの規模の補助金を出しているんですよ。なのに、インテル社は中国での投資を拡大しています。どうですかっていう話です。インテル社ですね、いつも自信満々で笑顔で 中国西部と仲良い,いですよねと言います。でもですね、全然ダメです。次です。５。ベトナムの経済について情報がありました。世界銀行が発表しました。ベトナムの経済成長、今年6.1%でしょう。4月の予測より0.6ポイント増えました。情報集でです。2025年予測ですが、 6.5%の成長でしょうか。原因としては、観光事業が良くて、生存業の輸出もいいし、外国の投資も多いからです。ベトナムの輸出は8月390億ドル輸出しました。同期費4%の増加でした。黒字です。40億ドルです。8月の、えー、外国人観光客は143万人でした。 同期比17%の増加でした。ちなみに今年1月から8月まで外国から直接投資は141億ドルでした。これは5年以来初めての最高値です。ただしですね、ベトナムの専門家はそうは思っていません。ベトナムの経済はある程度成長しました。ただし今後の経済成長を維持するには 難しいんです。原因としては、ベトナムに進出した会社、中国系が多いんです。中小企業の生存業、レベルが高い生存業ではないんです。また、ベトナムは小さいんですよ。人口の数も多くないんです。これ以上、生存業の発展は難しいんです。特に、インドネシア、マレーシア、インドも発展してきましたし、 ベトナムだけではありません。そして、ベトナム、自分の国の企業ですね。小さい企業がとても多くて、主にサービス業です。国際社会では、ベトナム企業の代表とはない状況です。あまり影響力ないし、競争力はないんです。また、ベトナムの政治体制について改革しなければいけません。腐敗の問題、 汚職の問題が多いんです。現在、電力不足ではないんですが、余裕はないんです。政府に対して公衆サービスの投資に力を入れるように要請しました。政府が投資しなければ高度成長は維持できませんよというふうに発表しました。やはりですね、ベトナム専門家はこういう素直ですね、発言できることは素晴らしいというふうに思います。 現地の中国の会社ですが、あの話によりますとですね、ベトナムの腕ではある程度成長はできます。ただし人件費がすぐにどんどん高騰してきました。今後はちょっと難しいというような状況です。次です。6。湖南省の郊外では農業の担保にはまだロケットの残骸が落下しました。幸いですね、被害者は出ませんでした。 17日の夜落下されて、専門家は言いました。これは人工衛星の部品です。10月15日、中国は人工衛星を発射しました。中国版のスターリングシステムです。これですね、やはりダメだよねと思います。中国の衛星、ロケットをですね、たくさん発射はします。でも、残下の落下に対して全然気にしないです。これは問題ですね。 結構被害者ですね、出るんですよ。これは良くないと思います。次です。7。四川者の政党では、噂がですね、拡散したという罪で、3人逮捕されました。内容を言いますと、台湾のために、統一するために、戦争に備えるために、危険な地域にある生存業を移転します。広東省にある1500社の大手企業は、これから 自然諸へ移転しますよという噂がですね、あったんですよ。ただしですね、この情報がありまして、どん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 拡散されて、みんなですね、喜ぶ人が多いんですね。やはり、関東省より自然諸の方がいいとか、あるいは自然諸の人間ですね、嬉しいんですよ。ここ地域ですね、不動産価格まだ高騰しますので、早く投資しましょう。これはチャンスだよねっていう人が多いんです。 またですね、ネットでは、引っ越し案内、あの、団地ですね、そりますから、タクトの団地潰すよ、という地図も出ました。ただしですね、普通に考えると、これは中国政府が発表したものではないんです。確かに、中国政府ですね、ずっと1数年前から、沿岸部だけではなく、内陸部へ移転しましょう、という計画ですね、キャンペーンはあったんですよ。 なかなか進むことはできないんです。例えばですね。これは明らかに嘘な情報だったんですよ。カウント音声から四川省へ移転まずはですね。住所の大手企業です。ただしですね。この住所の大手企業を見て怪しいですよね。ありえないと私は思うんですよ。例えばですね。このメディアという会社は確かにカウント音声の会社です。グリー tcl Huawei ですね。シンセにあって。 関東省の会社ですただしですね、ハイア i r となったらハイセンスですね。これは関東省の会社ではないんですよ。近くの三等省、チェントにある会社です。そして、レノーもですね、これは本社はピーキにあります。賞味もピーキにあるんですよ。つまりですね、ピーキにある会社ですね、全然関係ないんですよ。でも、四川省へ移転する。 という情報ですね。これは見たら大体アホ、まあアホと言いますが、おかしいよねと私は思います。特にですね、ホービという会社は、最初ですね、新請の土地は高くて、関東省の東岸へ移転しました。従業員は18万人です。5年前から移転すると言って、ずっとですね、移転してる最中です。今でも移転中です。なかなか引っ越しは簡単ではないんです。特にですね、 産業のサプライチェーンが大事ですので、大手企業、向こうにいたら、普通ですね、大手企業者にたくさんのつながっている大手企業にサービスを提供する会社ありますので、部品とか提供しますから、どんどんですね、移転するんですよ。自然省あるいはあの自然省のですね、生徒市だけではとてもないというふうに私は思います。なのでですねこの情報は実は妄想でした。ただしですね、 国の全国で話題となったのは17日でしたけれども、ただし、生徒では数ヶ月前から話題となっていました。これで生徒の中国物件の取引が行ってきて、不動産価格上昇はないんですが、結構売れました。やはりですね、情報、こういう嘘の情報を拡散して物件を売りたいんですよ。嘘の情報がですね、多い原因というのは、チャンスが。 ないからですね、中国にはもう今全然チャンスないんですよ。株価もダメですし、投資する先ですね、全然ないんです。ウスの情報を拡散すれば、もうこチャンスはあるんですね。なのでですね、今回はこういう嘘の情報ありました。えー、私はですね、最初からないというふうに思ったんですよ。でもですね、今はやはりそうなんだよねっていうふうに思います。これはですね、中国の今の状況です。 嘘の情報を拡散して、あの、やはりですね、それをチャンスにする商売人がいるんですよ。むしろですね、計画する人がいるんですよ。これが今の中国の状況です。またですね、情報が結構多いので、また少しずつ話をしたいと思います。この動画はこうめんと思います。最後、にのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。